ツアーで、うん、なんかいつもだったらみんな定位置でね、うんうん、やる人事があるから行けねえよとか、うんね、サビになったら帰ってこないといけねえよ、うんうん、俺とかソロ踏まないといけないから行けねえよって言うのがあってね、うん、今日実はね、うんうんねうん、ギターソロを誰かが踏んでくれるって言って、ね、あ、俺だ誰か踏んであげるからいきなり踏んでくれたえ、嘘マジででね、うん、まあ、俺もね、うん、誰かしてくれるなと思って行ったの、行ったのさ、ね、この二人でしょ、うん、やってあげるよっつって、あっち前に行ったの、俺行ったのね、そして右見たらね、二人いいんだよ俺はね、俺最後の今日ね、なんかね、収穫をなくした。どうしたの？戻ったの？ワッキーそっから。俺はね、そのまま弾いたけども、ね。これがうちのギタリスト。かっこいい。まあね、そのハプニングもあるし。まあ次は踏んでくれるんじゃないかなっていう。なるほどね、そこも練習しといた方がいい。もしやるのならば。そうだね。なるほど。ちょっと俺じゃあ安倍さんにも言ってみよう。だからそんな可愛い課題も残しつつ、可愛い課題。まあでも全体的には良かった。全体的には良かった。うん。なるほどね。じゃあ奈緒さん。はい。うん。どうだったの？いやそのやっぱね、うん、ファイナルということでねすごい